PHP 総研フォーラム、日本政治の混迷をいかに抜け出すかということについて、今日は牧原先生、中北先生とお話をさせていただきたいと思います。今日本の政治がどういう状況にあるのかというふうに申しますと、毎日いろんなニュースが出てきます。だいたい政治家がこういう変なことにお金を使っているとか、それも結構たくさんのお金を使っていると。でちょうど今今日は2月15日ですけれども、確定申告がちょうど1ヶ月ぐらい前に迫ってきていて、こんなんだったら税金払いたくないみたいな話も含めて、なんというか政治全体、あるいは政治と行政、政治を私たちが選んだ人たちがやっているもの、それから実際のその行政の執行みたいなところを官僚の皆さんがやっているということで、政治と行政というふうにあえて分けてお話をしますが、行政にも多分その影響はいろんな形で今及んでいて、そこを我々はどういうふうにこれから読み解いていくのかっていうところについてお話をさせていただければというふうに思います。日々の報道が政治については毎日毎日テレビや新聞やネットでさまざま出る中で、ある種情報の海に私たちはこうなんていうかな、混迷の中に置かれているのかなという感じもしますし、政治家自身が今どこに向かっているのかというところについて自覚的ではないんではないかというような懸念も率直に申し上げてあります。そういったところについてそれぞれ、もう本当に今日は牧原先生、中北先生第一人者でいらっしゃいますけれども、日本政治が今どこにこれから向かっていくのか、それからその向かっていくところを見出すために何をしていかなければいけないのかと、でさらにはそこを見失ってしまうとどんなリスクを私たちはどんなリスクに直面することになるのかということについてお話をさせていただきたいというふうに思います。そもそものことの発端です。これはもう嫌というほどいろいろと聞かされていると思いますけれども、実はこれ、結構遡るんですけれども、自民党の5つの派閥に政治資金規正法の違反の疑いがあるとして、大学教授が告発状を提出してたことによって、これが報道されたことが、これが昨年の11月の18日でした。告発状そのものはもっと前なんですけれども、ここで4000万円ぐらい政治資金規正収支報告書に記載されてないんではないかと、つまり出した人たちには記載されているのに受け取ったはずの人たちに記載されてない、これは問題なのではないかという形で告発をされたというところが一つの起点でありました。でこのあと、11月18日以降さまざまな動きがあって、これはメディアの報道を改めて整理をして置かせていただきたんです、いただいたんですけれども、一つはその検察による捜査の動きというのがあって、安倍派二階派を中心とした裏金の実態に関する報道が続いたのが11月から12月、年末にかけてだったんだろうなというふうに思います。でこの間政治の方の動きでは、総理が派閥を離脱したみたいなところから始まって、予算の取りまとめの時期、ちょうど来年度の予算ですね、今国会で審議をされていますけれども、その時期にもかかわらず閣僚4人と党幹部が交代する、その閣僚4人も政権中枢である官房長官が交代するという非常に大きな政権にインパクトを与えるというような動きがありました。で年明け、いろんな動きがあったんですけれども、最終的にはこれは1月の18日19日にかけて、18日に報道され、19日に最終的には決まったわけですけれども、不記載の金額が大きい安倍派の参議院を逮捕起訴されたと。で安倍派の報告書不記載金額は、これはメディアの報道によれば6億円強、7億円ですね、こんなに大きな金額って話ですし、だけれども派閥の幹部には立件には至らなかったと。この辺は今国会でいろいろと騒がれているところであります。でさらには二階派、それから総理が所属しているとされる岸田派についても立件をされたというのが大きな問題で、3派の合計で10億近いお金の不記載が判明しましたと。これがいわゆる裏金という形で言われましたというのが捜査の動きでありました。で、これについては今自民党の方でアンケートをして、この金額と合ってる合ってないみたいな話はありますけれども、そういったような動きがある。でこれに合わせて、政治の動きは、私は1月18日の岸田派の解散の方針を総理が固めたというところあたりから、ある種の政局、あるいは今年の9月に予定されている総裁選に向けた政治の動き、政局になっていったんだというふうに理解していますけれども、自民党では政治刷新本部は発足されましたけれども、その発足はされたものの、それは別にして、総理が岸田派の解散を表明しましたと。今申し上げたように18日ですね。でそこで政治とメディアの関心は一気に派閥解消の是非、うちは辞める、うちは辞めない、残った残らないというような形になりますし、岸田派に続いてさまざまな派閥も、それぞれの事情は違いますけれども追随した状態になって、今現在派閥幹部の政治責任を問う声もありますし、さらにはこんな大きな金額がみたいなことを日々報道されている状態になっています。でこれをその誰がどう仕掛けているのか、私はよく分かりません。
ませんし、その専門家でもないわけですけれども、大事なことはこの育成がどこに向かっていくのかというのは私たち国民にとっては大変大事なところでありまして、日本の政治がどこに向かうのかというところをそれぞれ今回は考えていきたいなというふうに思っています。でそこでちょっと順番にそれぞれお話をお伺いさせていただきたいなというふうに思っているんですけれども、今まさに何が起きているのかというところを私が今ざっくりお話をさせていただいたんですけれども、それぞれお二人の先生方のご認識について、この今何が起きているかというところについてそれぞれのご認識をお伺いできれば、まず中北先生から次に牧原先生にお話を伺えればと思います。中北先生お願いします。はい、中北でございます。よろしくお願いいたします。今何が起きているか、今亀さんからお話しいただいた通りだと思うんですけれども、一つは政治と金の問題ですね。これは裏金か派閥の裏金かという形で表出しているわけですけれども、実はもっとこれ前からですね明らかになってたんですね。実は私も最近知ったことですけれども、共同通信が2005年にですね安倍派の派閥の議員に対するですねキックバックをしていて裏金化しているって、これ報道してるんですよ。で国会でも実は議論されていて、これ小泉政権の元ですよね、当時主流派閥ということですね。でにもかかわらずこれ是正されてないと、これは是正するチャンスってそこで一回あったと。あともう一つは安倍総理がですね派閥に復活した後ですね是正する可能性があったはずなんです。これもお見送ったということなんですね。ですから、今はこれ政党会の問題どう捉えるかっていうことですけれども、裏金化問題っていうのはですね、時代から言うと非常にこうアップデートの問題じゃなくてですね、昔からあったものをどうやって消し去るかっていう、こういう局面の問題ですね。ですから、令和のリクルートっていうけれども、リクルートはあれ規制緩和にも伴う贈収賄事件ですからね、そういった時代の最先端を示していることかっていうと、そうじゃなくて、むしろ昭和が終わらなくてですね、ずっと来てるっていう、それをその裏金をやめないといけないって、みんな分かってながらやめられなかったって、非常に情けない私はですね、大きな問題だけれども、事柄はですね、情けない問題だと。いうふうなことなんですね。やっぱりこういったことでですね政治が停滞するということというのは望ましくないわけなんで、どうやったら徹底してですねこの間もいろんな鶏卵汚職とかいろんな制度化の問題が起きていると、これは国政停滞していると、これをですねどうやってこの今後を、ゼロにすることは無理です。不届き者っていうのは必ずいるんで、ただこれを極小化するっていうことをどうやったら可能なのかっていうことについての課題というのは、これは自民党そして、与野党ともにですね抱えている課題、これは私一番重要なことだと思っています。もう一つ派閥の問題というのが、出てきましたけれども、これについての議論というのは後々なされるかと思いますけれども、これ党内ガバナンスの問題で、やや私はかなり性急な議論というのはなされていてですね、政党のガバナンスをしっかりするということは派閥解消論だっていう、こういうなんていうのかな、すり替えっていうのがあって、まさに平成の政治改革が選挙制度改革の方でぐっと寄りすぎちゃったってことと同じようなことをですね、これ誰が仕掛けてるのかよくわからないけれども、弾めでこうなってるのか、これについてはですねどこに向かってるかっていう議論はぜひもう一個重要な点として、行いたいというふうに考えております。ありがとうございます。キャラ先生お願いします。はい、いろんな問題があるんですけど、今回やっぱり岸田さんが派閥解消といったところで一気に話が大きくなっているところがあると思うんですよね。でその岸田さんのリーダーシップ問題というのはやっぱり今回の話の全体に私はあると思っています。で実は岸田さんは派閥の会長を辞めないでいて、でこの問題が表面化してから辞めるわけですけど、でその間に会計担当者の北派の裏金問題というのは出てきて、で会計担当者は起訴されているわけですよね。でそうだとすると、実はその派閥の会長としての責任問題をある人が総裁になっていると。で北さんはあまりそれを問題だと思ってないように見えますけれども、しかしその問題は残っている中で派閥解消ということによって、ややその問題がどこかずれていって、で派閥解消というのは自民党の党ガバナンスの問題を大きく変えますから、そこでいや自民党どうなるんだと、でこれが政治の混迷の一つ大きな要素になっていると。でなんでそんな北さんはそんなことを言ったのかというのがあると思うんですよね。で北さん今回の国会でずっと話を聞いていて、なるほどなと思うのは、前面に立つっていつも言うんだけど、やり抜くっ
って絶対に言わないんですよ。だから結果責任を取るよりは何か新しい問題出たらその前面に立つ、それがやっぱり岸田さんのリーダーシップだと私は思うんですよね。で安倍さんはやっぱり第一次政権で大きな失敗をしてますから、うん、第二次政権ではやっぱりやり抜くというか結果を出すことに非常にこだわっていたのとはかなり違う、うん、ですから派閥解消も結局、まあ、私もいろいろ聞いた話では、まあ、もうその派閥解消といった後であの政策集団として残ってもいいとか、いや緩く対応してもいいということを言っていたという話も聞いてますから、うん、本当にやり抜くつもりは多分なかったんでしょうけど、うん、まあ、事態はこう動いてしまったという、うん、こういう岸田さんがずっとここ何年間も持ってきたリーダーシップのあやふやな問題がまだやはり混迷を持ってると思うんですよね。岸田さんがもし最後の責任を持ってこれでやると決めてれば、その方向でおそらくかなり動いた、うんうん、もちろん岸田さんはいろいろな党内からあの圧力を党内のいろんなバッシングを受けるかもしれないけど、うんうん、まあ、その問題は一つあったと思います、うんうん、ただもう一つは、まあ、確かに中北先生おっしゃったようにこのまあ裏金問題とかその、まあ、政治と金の問題はずっと自民党にはあるわけですよね。ただ私今回だけやっぱり今と違うなと思うのは、まあ、2019年の消費税 10% でこれによって国民の意識が本当に変わったと思います。私それ以前なんで裏金があって問題にならなかったかっていうと、国民はそれを認めたんだと思うんですよ。つまりそんなものがあってもいいと、まあ、それくらい目をつぶっても自民党がちゃんとやってくれてればいいってものがあったのはもうそれがダメになった。でなんでダメになったかがやはり自民党に分かってない。でこれ私は消費税 10% 非常に大きいと思います。あの消費税 3% になるときに、ちょっとあれリクルートの頃なんですけど、当時よく言われたのは、税金が国民の超納税意識が低いから、例えば地方に行くと A 省の施設と同じ施設が隣に B 省にある、無駄が生じている。でこういうのはあの超税意識、納税意識が高まれば変わるだろうって言ったのがやはり本当に変わってきたんだと思うんですね。でしかも 10% で済むかというと、おそらくこの先済まないわけで、少子高齢化もっと進むので、やっぱり、まあ、財政学者の話では 15% は必要だとか言っています。でこの、まあ、やるかどうかは別としても、消費税を上げなきゃいけないという、うん、こういうその争点が出てくるのは、これはおそらく間違いないので、うん、でその時にこういうその政治資金がいい加減に使われているとなると、もうすべてそんなことはできないというふうになっちゃうんですね。だから、日本政治の停滞は、実は今回の問題をが解決しない限り終わらない、うんうん、でその最大のポイントはですね、結局、政界は特殊ではない。ということなんですよ。今までは政界は特殊だと、で政策活動費でその、まあ、要するに領収書なくてもいいお金があってもそれはしょうがない、まあ、そういうものはあるんでしょうって思っていたのが、そんなのは許されない、なんで自分はもうあの本当に全部税金から何から、ね、透明になって、で払うものを払わされているのになんで政治がダメなんだって、この議論がずっと強いんですよね。でこれは今までと全然違うし、でこれは変わらないだとすると、私はあのもうこれをいうものをあの目こぼしすることはできないので、やはり今必要なのは徹底した透明化なんですよ。で徹底した透明化をしかしなきゃいけないんだけれども、おそらくあの特に安倍派の政治家たちはついこの間まで映画を極めてましたから、この激変に全然ついていけないし、まあなんとかなると思ってる、まあ、よく言われているように萩生田さん の、ですよね、訂正した報告書は全部不明になってるんですよね。全部不明っていうのは多分将来もう一回変えるつもりなんだと思います。あの報告書はいくつもハンコがあるので彼何度も変えてるんですけど、ただまあそういうことをまあ政治家の中ではまあ今までと同じようになんとなくやり過ごせば済むと思ってるんだけど、やり過ごすわけにはいかないようなこう世論が生まれてる、まあ、このせめぎ合いの中で民主政治をどう作っていくかが問われてると思いますね。ありがとうございます。あの今それぞれから大変大事な論点がお話があって、まあ、大きく分けると多分2つお話があって、あの政治と金の問題と、それから派閥の問題である。中北先生はその順番、それから牧原先生は今度その逆で、あの、まあ、派閥というか、まあ、岸田総理のリーダーシップに対する自覚の甘さの問題から始まって、まあ、これ派閥の問題と極めて密接なお話ですので、この後でまた少し掘り下げられたらいいかなと思うんですが、あの後半の方で政治と金の問題で、あの、まあ、国会議員自体に甘えがあるんじゃないかっていうようなところ、まあ、これはまさにその通りだろうなというふうに思います。あのちょっと資料でご覧いただきたいのはこちらで、あの今なんか政治資金規正法についていろいろと議論されているんですけれども、この目的と基本理念ちゃんと国会議員読んどるのかいなという感じはして、あのあえてちょっとここで皆さんに共有させていただきたいなというふうに思っています。あの目的のところで、まあ、これ下選は私が引かせていただいたんですけれども、政治団体及び公職の候補者に行われる政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われる
行われるっていうようなこと、これはまあ先ほどの納税者意識にも多分通じるお話ではないかなというふうに思いますし、だから政治資金の収支は公開されなければいけない、誰に使ったのか、誰からもらったのかみたいなところについては公開されなければならないし、あるいはその政治資金の授受の規制そのものというところが行われるべきであるっていうところが目的の話で、さらにはここに基本理念というところも加えられて、第2条に加えられているんですけれども、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して、それを求めて拠出される国民の常財である、さっきの消費税であるか、あるいはそれは所得税であるか、いろんな税金だと思うんですけど、私たちが出したお金であるというところに鑑みて、それが政治団体というのは、政党はその責任を自覚し、あるいは政治家はその責任を自覚し、その政治資金の収受にあたっては、いやしくも国民の疑惑を招くことがないように、法律に基づいて公明盛大に行わなければならないってところについて、いや、前からやれてたんだからいいんじゃないのっていうような甘えっていうのは許されないし、何よりこの法律を作ったのが政治家自身なのに、そこをしっかり守られていないっていうところに国民の批判があるんじゃないかなというふうに思います。で、ここら辺のところ、ちょっとまずはこの政治と金のところに少し集中してお話をさせていただきたいんですけれども、本来取るべき対処っていうのは何だったのかなってところで、これ、先ほどお話にあった通り、前面に立つというその何だろう、ポーズは示すけれども、具体的なことの最後をやるところまではなかなか見通しがついてないっていう、その槙原先生の言葉を借りれば、岸田総理のスタンスからすると、なんかその派閥解消ってことで問題をすり替えた感じは私自身も持ってるんですけれども、本来はこれやはり国民から見ると政治資金規正法違反を検察が摘発しきれなかった、立件しきれなかったっていうところで、これ法律がおかしいんじゃないっていうところの議論が当然あるんだと思うんですが、このあたりの周辺も含めてどういうふうにお考えなのか、今度はじゃあ槙原先生か中北先生の順でお願いできればと。政治資金の問題ということだと思うんですけれども、政治資金規正法っていうのは要するに、昔で言えばですね、田中家のロッキードなんかがそうですけど、ある政治家がある種の政治的リスクを犯しながらも、非常に多額のお金を集めていたというんですよね。例えば1987年だと思いますけど、竹下さんが一晩の政治資金パーティーで20億集めたというのは当時の記録にありますけど、その時代の政治家の金の集め方に対して違法なものがあれば、その政治家を刑事罰で制裁を与えるって、こういう仕組みなんですよね。で、今回しかし問題になっているのは、誰も責任を取るような人が実はいないって、会長がいない安倍派で会長だけが知っていたと言われているその裏金問題だから、本来責任があるんじゃないかと思われている事務総長の人たちは、責任が問われないことになっちゃってるんですね。だからそういう政治資金の仕組みがそのガバナンスと結びついた場合どうかってことが今問題になってるんだと思うんですよね。で、ただ政治資金っていうのはこれやっぱり腐敗の温床でもあるけど、政治活動を活性化するものなんで、やっぱり政治の潤滑油なんですよね。だから徹底してこう締め上げればいいってものではないんだと思うんです。だから本来あるべき対処として、やはりどれだけこれを透明化するかということなんですよね。で、今政策活動費なんかは透明化されてないんですけど、私はもうこれはもう全て透明化する方向でやはり対処するしかないだろうと思います。で、透明化できないものもですね、公開とはまた別なんですよね。どこまで公開するかで、ある部分は誰かがチェックするか、今は政治資金適正化委員会がありますけれども、そういった機関が今でも実はチェックしうる仕組みはあるんですけれど、そのチェックする仕組みを整えながら、どこまで公開するかは決めるけれども、しかし何も領収書もない、そういうようなものは一切ダメだっていうのは、まず基本だと思います。でよく、例えば団体の献金を禁止、全面禁止という人もいますけど、私はこういうことも透明化してみながら、何がダメなのかを考えてから決めていかないと、今禁止って言って実はその、バイパスで献金ができる仕組みを作っちゃって、その中でこう昔の仕組みが残るようなことになりかねないので、とにかく透明だっていうのが大事だと思うんですよね。で、しかしそのだから結局は私はこの透明化をしながら、賢く政治家が政治資金を使っていくことを考えていくと。で、さらにもう一つその時に問題になるのは、じゃあ刑事罰というのが果たして有効かということです。で、刑事罰はやはりものすごく厳しい制裁が伴うし、実際には何もなくてもですね、検察審査官にかかっていれば大変、何年もやっぱり1年とか2年とかかかるわけですよね。その間政治活動が従前にできないとか、いろんな問題やはりあるとすると、私は制裁金であるとか、あるいは政党助成金を減額するとか、そういう今回お金の問題が大事なので、個人実は政治倫理
というよりは今回私はお金をちゃんと使ってないことへの怒りというのは大きいと思いますから、お金の問題はお金でちゃんと払って解決するというやり方もあるだろう。でそうだとすると割と早い段階で、例えば自分がその修正報告をしたその額と同じ額はある種の罰金として例えば取っていくって、そこ自動的にもうほとんど制裁は決まるわけですよね。でそれによって一定の、まあ、あの人は制裁されたんだってのが分かるってことによって、まあ、バッシングが和らぐとかいろんな効果もあると思いますので、そういう仕組みも含めながら考えていけばいいと思います。ただし今国会はでとにかく決めなきゃいけないと言っても全部は無理なんですよね。だから今国会は、まあ、とにかく透明化を進めていくということであって、でやはり先ほども言いましたけど長期的に見て負担増の中でですね、国民の目は厳しくなる一方であって、なんか和らぐとか忘れるということじゃないと思いますから、まあ、時間をかけて制度設計をしていく必要があると思います。秋田先生、はい、どこから話せばいいのかちょっとなかなか難しいところですけれども、まあ、一つの出発点として政治と金の問題、これ統一教会問題も同じだけれども、自民党がって主語で言うんだけれども、自民党がじゃないんですよ。やっぱり自民党って組織は基本的に分権的な組織で、党本部が旗を振ってもですね、なかなか党内浸透しないと。でまあその分権制ゆえに自民党が強いっていうこういう構造があるっていうことをまず抑えないと、なんか自民党が一つのがっちりした組織で上が言えば下が従うっていう組織ではないっていうところでどうやってこの問題に対処するかっていうことは僕は必要だと思ってるんですね。で自民党の本部でね、私なんかいろいろ話をすると、皆さんこんな問題起きてるとやっぱりやばいよねと、自民党にとっても打撃だと、選挙自分の選挙だと非常に困ると、まあ、皆さん思ってるわけですよ。でもなかなかいろいろ不祥事が出てくるということで、だから銀個人から言っても自分の事務所に党本部が手突っ込むようなことってやっぱり避けたいという議員心理もものすごく強いんで、まあ、この間でどういう設計をするとこの種の問題が起きないかというと、私はもうやっぱり厳罰化ということがやっぱり一番重要なんだと。で特にとりわけ連座制の導入っていうのは一番抑止効果があるので、まあ、そういったことをしないと自民党も本当に全体としてはやっぱりその政治の金の問題取り組もうと言ってるけど、個々の議員がこういう問題をとかでね起こしてしまうこういうジレンマからやっぱり脱却できないんじゃないかというふうに思いますね。ですから公開基準の話とか銀行振り込みの話とか連座制とか、まあこういったことをデジタル化とか、まあ、いろんな形でですね個々の議員がこういうことをするとあんまり得をしないっていう状況をやっぱり作らないと、これは繰り返しちゃうんじゃないかなっていうのが私の一つの考えですね。でただ厳罰化といっても世間でいろいろルフしていることに対しては私相当批判的で、一つは、まあ、今槙原先生透明化とおっしゃったことで、まあ、結論的には私一緒なんですけれども、しばしば、まあ、1円まで公開しろっていう意見があるんですけど、これをするとですね、私なんか議員の方でお金なさそうだけれども応援したいっていう人には献金します。でそうすると、まあ、ある金額を超えてくると名前が出てしまう、あるいは寄付控除とかですね、申請する名前出ちゃう、住所まで出ちゃう、やっぱこうなっちゃうとですね、やっぱなかなかしにくいですね。私なんか立場からしてもしにくいし、皆さんも多分住所まで出たらやっぱ困るっていう方多いと思うんですよね。でその献金って一種の政治参加なんで、投票に行って投票が秘密投票で同じように、やっぱり献金もある程度秘密性っていうかですね、公開性がないことがやっぱり必要なことで、槙原先生の場合は、まあ、透明化と公開が違うって議論されたんで、やっぱそういったことも含めてですね、つまり届けはするけれども世間にさらされないっていう仕組みを作るとかですね、この点についてはですね慎重に取り扱わないと、税務署にこう報告するのって税務署は別に公開するわけじゃないんで、個々人のですね所得についてですね、ですからやっぱここのことをですねあんまり単純化しちゃうとやっぱ政治殺しちゃうということになりかねないということですね。もう一つは献金全部やめてしまえとかですね、パーティー全部やめてしまえって話になっちゃうと、結局今でただでさえ政党交付金依存でですね国営政党化しているわけですよね。こういう政治のあり方がいいのかと、まあ、そうなって完全に国営政党化しちゃうとですね、新党を作るのも作りようがないわけですよ。お金集めてそして作っていかないと最初はいけないんで、ですからですねやっぱりその個人献金どうやって伸ばしていくのか、企業団体献金のあり方もどうやって考えていくのかということについては慎重に考えないといけないということで、あと私全体です、まあ、生産化っていう文脈で僕は政治献金の問題お金の問題を考えることすごく重要だと思っているのは、
先ほど牧原先生の方から、まあ、消費税が 10% になったということがこういう問題を許さないというお話があって、私もあなるほどと思うんですね。ただその一方でこういう問題について批判している人たちは多分だから消費税も5% にしろとか0にしろっていうところにつながりがちだと、要するにやっぱり有権者もです、我々もこう観客民主主義になっちゃってるんですね。政治の当事者で政治を良くするために政治参加していこうと、未然に切って献金していこうと、ボランティアしてですね応援していこうっていう、やっぱこういう景気がどんどん失われていると、そういったことにさらに加速させて、私は平成の政治改革の最大の間違いはそうだったと思うんですね。政治参加っていう視点がなかった、まあ、とりわけ女性がどうやって議員になるか、女性の政治参加っていう視点もなかったというところに最大の弱点の一つがあったと思いますけれども、どうやってその、観客民主主義から脱却してですね、まあ消費税 20% にしてもですね、社会補助きちんとやって、この国で生まれて育って死ぬまでまあ、安心して暮らせるっていう社会をどうやって作っていくのか、政治家けしからんけれども、そこでけしからんから消費税ゼロにしてですね、まあ、社会保障どうでもいいみたいな、そういうね、で嫌だったらドバイに逃げるみたいな、そんな富裕層が逃げられませんからね。ですからやっぱりその我々が主権者として参加していくという経路をどうやってこの政治と金の問題で考えていくかっていう視点もなければ、なんかけしからんから懲罰しろっていうところだと、こう無限の政治不信のループに入ってしまうと。で現にまあどことは言いませんけど、そういった新自由主義改革するために身を切る改革でずっとやっていくのは、まあロジックの正当もあって、まあそれは一理はあると思いますけれども、それでやっちゃうとですね、やっぱ政治も民主主義もまあ貧困になってしまうので、まあこういったことも同時に考えていかないといけないんじゃないかなというふうに個人的には考えております。いや、ありがとうございます。私もそこは全くも同じ問題意識で、多分おそらく牧原先生も同じ問題意識なんだと思うんですけれども、今回の話で多分先生方お二人、まあ、私も含めて多分共通しているのは、ことがことだけにこれ、まあ、大変大きな衝撃があった問題なんだと思うんです。さらにそこにその派閥の問題まで絡めたっていう、その衝撃をさらに複雑化したっていう問題、これは後でまたお話をしますけれども、まあその格好だけのリーダーシップみたいなところも含めてあるんだと思うんですけれども、そこで起きた結果何が起きるかというと、その非常に感情的に物事が決まっていく、勢いばかりで決まっていく、でなんかその徹底するんだっていう中でこういろんなものがこう打ち消されていく。で実はそこには私たちの政治参加、あるいは私たちが政治にどう働きかけていくのかっていうパスが必ず存在しているわけで、それを阻むものであっては多分いけないんだと思いますので、そこのバランスをなんか多分きちんと考えなきゃいけないのかなというふうに思います。今ちょうど自民党ではなんかその政治、刷新本部というのが作られていて、そこでの議論も実はかなり危ういものだなというふうな感じもしてますんで、ここからはその議論に少し移っていただきたいと思いますし、本来取るべき対処の中でまずは今政治と金の部分について聞かせていただいたんです。これから政党ガバナンスも含めたところで、今自民党政治刷新本部が、まあ、とりあえず1月25日に中間取りまとめを出して、これと同時に派閥の解消したから書いてあることは何も書いてないのと同じぐらい の、本当に薄い内容だと思いますし、まあ、今3つの部会で議論が始まっていると言われているものの、これがやはりその感情的でありかつ単純化させる物事 の、 問題を非常に単純化させる中で、徹底した透明化は大事なんだけれども、一方で政治活動の自由であるとか、あるいは政治参加のパスをどう確保するかっていう、この両天秤に置いた、あるいは2つだけではなくて3つ4つ5つの視点をどういうふうにこうなんていうか最終的には調和させるかっていう、非常にこれ複雑な連立方程式を解いていかなければいけないんですが、どうもその視点がちょっと欠けているような感じもしますし、まあ、それが端的にこの派閥解消っていう問題にも表れているような気がしますので、ちょっとそのあたり改めて今度本来取るべき対処は何かの中の今度は文献的型組織である自民党がどういうふうに変わっていくのかっていうところについて少しお話をお伺いしたいと思います。で中間取りまとめはこれ今共有させていただいてますけれども、こういう形でまあお詫びと決意が書かれていて、政治資金の透明性の徹底みたいなことが言われて、まあでもこれ派閥解消したんだとほとんど意味ない話だよねって話なのかもしれませんし、なんかここら辺はいかにもだから18日の総理の発言と25日のここら辺が全く整合性が取れないまんま、なんか言ったなんか自民党がごたごたしてるんだねっていうのがよくわかるペーパーでしかないということなんだと思うんですけれども、そういう中で今ちょうど足元では3つの部会が動いていて、なんかいくつかあるんですが、やはり一番懸念されるのは、政党ガバナンスのところ、まあ、最終的にはこの政党ガバナンスの確立はできるのか、そのために必要な方策は何かというところにもつながるんだと思うんですけれども、ここら辺のところについて、じゃあ今度は中北先生から次牧原先生という形でお話を伺いできればと思います。はい、
なんかこう話してるとなんか自民党保守派のような感じがしてきてですね申し訳ないんですけれども、派閥について私派閥解消論に対してはですね非常に批判的なんですね。まず、派閥解消論、先ほど話題出てるようにですね、今回の問題から派閥解消論って相当ジャンプがあって、政党会の問題だと、派閥解消っていうのはやっぱりかなり積極的な問題だと、あるいは世間の批判におもねっただけの発言だというふうに思うんですね。で、派閥って何なのかって考えたときに、やっぱり自民党のガバナンスをまず考えたと、これ立憲も ほぼ一緒で、公明共産ちょっと違うと思いますけれども、あと維新もですね、やっぱり大阪基盤としていて、そこでやっぱり強固に大阪維新の会、からのこう強力な維新というバッジつけていれば選挙をするようなやり方やってるのちょっとやや違うと思います。自民党とあと立憲は大体同じようなロジックで語れると思いますけれども、一つはですね、やっぱり総裁選挙ですね、党首選挙の問題って考えないといけなくて、党首選挙と立候補するためには推薦人20人が必要ですし、戦うためには当然グループ、これは勝利するためには当然選挙でも、個人後援会作って、グループ作ってそこを中核にしてですね、選挙運動をやって支持を広げていくと、これ当然民主主義のプロセスの中では当然のことになってくるわけですね。でそして勝てばですね、当然処遇をする、人事で処遇をするということになる。また繰り返しゲームですから、このグループは恒常化するってい こうインセンティブが働いてくる。でグループ作ればですね、当然そこには金がある程度関わってくると、食事行くとかですね、選挙応援に行くとか、研修会やる、お金かかってくる、高はいろいろあると思いますけど、こうなっちゃうとですね、刷新本部が言ってるその人事と金から完全に決別するって、ちょっとなかなかね、冷静に考えてもですね、総裁選挙っていうシステムを取っている以上ですね、共産党にその民主主義をやれば別ですけれども、そうじゃない以上ですね、非現実的だというふうに私は思ってるんですね。もう一つ、これ亀井先生の前で言うのは釈迦に説法もこの上はないんですけれども、自民党の場合ってやっぱ選挙を国政選挙でもやる場合、個人選挙ですよ基本的には。党から公認とお金が来るけど、大体自民党の選対の関係者の話するとですね、最近公認されて公募で選ばれたら自分でなんか全部やってくれると思ってる、党が全部やってくれると思ってる人がいて、けしからんという話をよく聞きますね。自民党の場合って基本的には自分で自己自助努力でですね勝ち上がってくるという基本原則で、だから強いんですよ。でそうだとしたらですね、やっぱりある程度応援をしてほしいと、党からも来るけれども、手が届くような応援してほしいと思うと、やっぱり仲間がですね支援してくるとか、増えるとかですね、例えばね、地方議員扱い難しかったら、ちょっとこっちの内川先生が言ってくれるとか、なんかいろんな経路でですね、相互扶助をやる必要が出てくるわけですよ、自助だけにですね。やっぱりそういうニーズもある。さらに、3つ目としては統治の話がやっぱりあって、自民党の場合統治政党なんで、政権をこうどうやって運営するか、官邸をどう構成するか、やっぱチーム作っていかないと、総理一人でやっちゃうと、菅総理孤独の宰相と言われましたけど、なかなか回らないと、岸田総理になると木原さんと2人で相談してやってるみたいな感じになっちゃうわけで、やっぱり安倍政権が強かったのはチーム力があったからと、これどうやってチーム作るかっていうところで、やっぱ党内グループっていうのはないと、現実的ではないというふうに、やっぱ気心が知れた人たちっていうのがチーム作れるっていう状況を、どうやってこう政権のこうチームをいくつもスペアを持ちながらですねやっていくかって、これ自民党にとっては必要なことなんで、ですからやっぱり派閥解消って、派閥っていう名前である必要があるかどうか、あと派閥というほど固定的でですね、例えば重複加入がダメだとかですね、あるいは人事にもうなんていうかな、副のポジションに繰り込んでやるみたいな、かなり風通しが悪いことになってたことは事実ですし、この間総裁選挙の中でも対応われてるっていうこともあるように、やかなり形骸化が進んでるっていうことなんで、ここはちょっとリシャッフルする必要がある局面ではある一方でですね、何らかの党内グループってある方がですね、自民党のガバナンス、これは総裁幹事長の権力に対するこうチェック機能という意味でもですね必要なことなので、こういったことをですね、じゃあ党がですね全てこう代替できるかというと、私は非常に難しいだろうなと。ある程度はできるかもしれないけれども、本質的に自助、そして共助、公助という形で、公助実際、自民党の中で考えれば党の、援助ということですけれども、そこばっかり肥大化するとですね、自民党の活力もなくなっていくわけで、活力なくなって自民党が政権から転落すればいいんじゃないかという人は別としてですね、スペア その野党がしっかりしていれば別なんですけれども、今はなかなか統一政党として自民党しかない状況の中でですね、統治能力、自民党のガバナンス能力をですね低下させていくというのが、得策なのかなというふうにも思いますので、冷静な議論というのは必要なんじゃないかなというふうに個人的には考えております。そうですね、状況的には9月までに
総裁選挙があるわけですから、そこで全くその砂のような大衆として自民党の議員が誰かに投票するということはありえないというのはもう最初の段階で見えていたことだと思うんですよね。まあ、岸田さんも政策集団としては残っていいという言い方をずっとしているわけだから、派閥じゃなくてもその政策集団、そのまあ人事とお金がないかどうか別にしても、そういうやり取りをしないことを前提にした集団ごとにおそらく誰かに投票、誰かたちにそれぞれ投票するってことも見えてるっていう意味では、まあ集団はおそらく残ると思うんですよね。ただまあ状況としてはやっぱり、まあ、安倍派がいろいろこれだけ問題抱えてリーダーを決められない、で、まあ、二階さんもいつ引退するかっていう中で、安倍派二階派が今分裂あるいは別の人にこう移るところでこの派解消ってしたことによって、実はそこがかなりバラバラになることはこれはほぼ明らかですから、150ですか、自民党で合わせて150がかなりその例えば安倍派分裂でそれぞれ派閥ができることを許さない仕組みを作ったままになんとなく凍結しているという状態なんじゃないかと思うんですね。麻生派はだってそのままですからね。でそういうその意味で、まあ、派閥解消というのはおそらく効果としては自民党の中にややその砂のようなこう本当にこう集団化が難しいような議員を相当数作ったということがとりあえず今なんだと思います。ただまあその先にこの一体これでどうするかなんですよね。で確かにこの中間取りまとめでこう書いてありますけど、まあ、その後の報道とかを見てるとやっぱり党がバランスの強化の方向っていうのはかなり大胆なことを一応議論はしているようなんですよね。で、まあ、要するにどっかで集まっちゃいけないから党本部で各政策集団が集まるとか、まあ、いろんなことを言っているようです。まあ、ポイント制にするとか、でも実はこのポイント制なんていうのはまあ、今本当に中北先生ちょっとおっしゃった野党なんかもそうだけど、今野党人数少ないからどうでもいいんですけど、これが自民党並みの数議席になってもし与党を伺うんだとしたら、この問題やっぱり野党だって当然考えなきゃいけない、誰を大臣政務官にするかっていう問題って、だから今自民党がやろうとしていることがもし合理的な仕組みとして出来上がると、これは私は自民党を強くしうる面もあると思うんですよね。だからもちろん私は政策集団としてはもうこれはどう考えたって残るってことを前提ですけどね。だからその政策集団に本当にそのお金やり取りないのかと、その持ち代とか小売代とかをねボンクレに出すことをやめるって言ってますけど、これやめるのはあくまでも党の中での、まあ、取り決めでしかないので、やったら罰則っていうことではないですから、まあ、そういうものをどうするかっていう今度我々見ていかなきゃいけないんだと思います。で派閥がなぜあっちゃいけないかっていうところなんですよね。で私はだから中先生もずっとおっしゃったように、なんで派閥があっちゃいけないかっていうと、まあ要するに人事が不透明でお金に変なやり取りがあるっていうことだったんですよね。じゃあお金が透明で人事も透明なら派閥っていいんですかっていうのは多分出てくる。で特に人事の場合派閥で問題なのは、まあ大臣政務官ぐらいだったら誰がやっても大体同じだと思いますから、派閥推薦でも全然構わない、人数も多いですしね。だから大臣の場合、こんな人が大臣になるのっていうのは派閥の推薦で行くのはまずいだろう。例えばだったら小泉さんみたいにその一切受けなかった内閣がどうかっていうと、やっぱり大臣の政策能力高かったですから、うん、そういうものがいいと思うんですよね。だから私なんかはこの問題はむしろやっぱり総裁選挙でもっと地方票、議員票、地方票やその党員票の割合を増やしていくっていう改革をするべきなんじゃない。そうするとおのずから国会議員の派閥の影響力っていうのはなくなっていくんですね。まあ、国会議員には必ずしも人気がないかもしれないけど、自民党員で圧倒的な人が選ばれるってことはあり得る。でそうだとしたときに、その人がじゃあ議員とどういう関係に立つのか、でここで本当の意味での政策集団のやっぱり意味は問われてくる。私はそういうようなダイナミズムがもし自民党の中でできれば、これ相当強いんじゃないかと思うんですよね。もちろん混乱もあるかもしれないけど、だから今私はこの自民党の派閥解消と言われているのはなくすというよりは、その派閥の影響力がない、しかしもっとその先ほど中木先生の言葉を使えば党員が参加する仕組みを作っていくことによって自民党強くなりうる面もあるんです。しかしそうなるかっていうとですね、なんか全然そうは見えない感じがするという、だからやっぱりこれは私はこう考えると、振り返ると第二次安倍政権ができるときに、やっぱり議員では党員票で、まあ、地方票では全然人気のない安倍さんが議員票で選ばれてると、これはもう自民党の総裁選挙で初めてですよね、こんなこと。でそのまま、まあ、安倍
さんは派閥に乗っからないような形で出たけど、結局派閥の上に乗って非常にこう、まあ、閉鎖的な自民党が出来上がってきているということの、やっぱり大きな弊害が今ここに来てきちゃってるので、だからまあ第二次安倍政権以降、2012年以降にまあ自民党が内向きになった仕組みをどう立て直すかってところには来てるのは間違いないと思いますけど、まあ、さっきも申しましたけど、議員がどう見ても内向きのまま、そうですね、世の中が非常に厳しいってことはやや鈍感なので、うん、このままでは難しいんですよ。だからそれに誰が最初に気づいて声をきちっとした声を上げられるかってことが試されたし、私はそういう人をやはり応援したいと思います。ちょっと少し今のところもう少し深掘りしたいんですけどね、実は永田町、特に自民党の人と話をしていると、政党ガバナンスって言葉をまあ使うときに、まあ、ガバナンスというのはどっちかというと統治、治める方ですよね。でおそらく多分組織において大事なことって、もう一方でマネジメントっていうのがあって、ここにはおそらく多分人材育成であるとか、今の多分槙原先生のお話にも通じるんですが、次世代をどう作っていくのか、であるいはそれをそのどういうふうにそのポストをこうその経過することによって、この人はどういう専門性を有していくのかとか、あるいは難しい判断があったときに利害調整ができる人間になるかとか、あるいは海外と交渉できる人間になっていくのかみたいなところを育てていくって、これ極めて高度な人材を育てる機能というのは本来政党になければいけないんだと思うんですけれども、これまあその派閥がこれまで担ってきたとされるんですが、まあ本当にそうなのかなというのは率直に思うところはあるんですけれども、今その自民党のその部会で話されている話っていうのが、申し訳ないんですけれども、多分なんか今時の企業でもやらないような安いマネジメントの話が随分出てきてるんじゃないかなっていう感じがあって、例えばなんか人事のポイント制とか、いやこれ課長までならそれでいいですと、だけど部長や、例えば普通の組織であれば部長や役員や、あるいは最終的に経営者候補生にしていくにあたっては、多分そういうのではダメで、それこそ人が人を見るところを丁寧にやっていかなければいけませんし、そこがまさにマネジメントの極意なんじゃないかなと思うんですが、ここら辺を、まあ、経験もしてないし、よくわからないまま感情的になんか議論をしているっていうのが今の、まあ、自民党の刷新本部の私は議論で、なんかだから槙原先生がおっしゃるように、うまくいく可能性もゼロとは言わないけれども、でも今見ていると正直言ってうまくいく感じが全くしないっていうのが、私の率直な感想なんですが、これについて両先生どうお考えですか。私も全く同意見で、私も自民党の本部なんかの会合なんかでこう見聞きしたりとか、まあ、議員の方とお話したことをこう考えるとですね、もうモデルが企業のモデルなんですね、うん、しかもそれが正しくないモデル、うん、今亀井さんおっしゃったようにですね、企業だって役員っていうのは全人格的に図られてるわけですよ。なんかポイント制でですね、うん、まあその仕事をどんだけこなしたかみたいなポイントを貯めてこの人を登用なんで、そんなこと役員にしてたらその企業潰れますからね、うん、ですからなんかこう非常に間違った企業モデルだけで、しかも間違ったようなモデルでですね、自民党のその組織運営というのができるっていうふうに考えているところが、ちょっと私は相当危ういと個人的には見てます。そもそもですね、私2ポイントぐらいやっぱ自民党の組織見るとあって、一つは自民党の組織っていうのは別にここの議員が党から給与をもらってるわけじゃない、もちろん公認もらって正式に行ってもらってますけれども、基本的に自前で皆さんやっているわけです。自民党もそこに手を突っ込まないという形でやっているわけなので、企業のようにこの給料とかですね、人事権全部握ってですね、地権とか小屋でとかいうようなその指揮命令関係に必ずしもあるわけじゃないっていうところを前提にしなければ、やっぱりそういった中でですね、その能力が低い議員だって選挙民から選ばれて1議席持ってるわけですよ。で総裁選挙でも1票持っている人たち、こういう人たちをそれなりに処遇していかなければですね、うまく回らない。民主党政権やった時だって、結局政府も一元化しちゃってですね、そこからあぶれた人がガス溜まりまくったわけですよ。だからやっぱりこういうその能力がないと、一般的に適材適所って言うけど、適材ばっかりずっと登用してたら、それ皆さん不満持ちますから。でしかもその人たちは一議席持って、貴重な一議席持ってる、こういう人たちをどうやってこう、党のこう統合の中に引き込んでいくかっていう工夫の中で、まあ、派閥とか、まあ、順送り人事っていうのがあってですね、まあ、ただ能力が低いから、まあ、あんまり国会答弁が知られないようなところのポジションにしとくかっていう、まあ、そういったことをやってですね、党内の安定性確保してるっていう苦労がある以上ですね、こういう現実を無視してですね、適材適所だって言って、まあ、しかも適材っていうのは何をもって適材かっていうのはなかなか難しいと。で現実これやっちゃうとですね、総理とか幹事長のお友達ばっかりとかですね、あるいは一部の非常に目立った議員がですね、登用されていくっていう形でですね、党内不満がすごく渦巻くということになりかねないということ、これ一つ。もう一つはですね、自民党の組織っていうのはこれまあ、これは亀さんとちょっと意見が多少違うかもしれませんけど、基本的に人の組織ですよね、政策中心じゃ決してないと。それは個人後援会もそうじゃないですか。
その血縁関係とか出身校とか仕事の縁とか、そういうところで組織化していって、地域をまあまねくそのいろんな考えを持っている人を組織化してやってると。派閥ももうそうですよね。政策集団じゃないですよね、基本的に。まあ、政策もその人が集まる上のファクターの一個ではあるけれども、基本的には好き嫌いで集まっていて、仲間としてまあ形成されているわけなんで、こういう人的集団の自民党の強さ、まあ、だから政策でも割れないし、ただ逆言って奴隷的な存在で政策こう対立軸みたいなものをあの学者がこう描こうとするとなかなかハマりが悪くてですね、学者からするとこんなものどうにかしてくれよとみんな思ってるかもしれないけど、まあ教科書に合わせて自民党って作る、日本政治作るってやつ、私は間違いだと思うんで、自民党はだって政権に維持したいという、でしかもこの OS が非常に適合的だって形で動いているわけなんで、これをそう政策集団とか政策本位っていう、まあ学者のですね、こう既成服みたいなところにこう入れちゃうのが、まあ自民党にとっていいのか、まあひいては日本政治にとっていいのか、このあたりはですね、冷静に考えていかないといけないんじゃないかということです。まあそうですね、まあ、自民党も社会党もかつてそうだったわけですけど、まあ、党近代化をどうするか、気候問題をどうするかということで、まあ、いろいろ議論してきて、でそれがなかなかうまくいかなくて、まあ、こんなふうになってるわけですよね。でただまあ自民党の場合、まあ、半永久的に与党であるということで、派閥がこういう形で、まあ、成長し制度化されているんですけど、ただ要するに野党になったらそんな人みんな落ちるわけですよね。まあ、野党になって、まあ、ダメな人だけど選挙強い人もいるかもしれない。でもそれはそれで一つの能力だと思うんですが、だからやっぱり私今回の政党ガバナンスの問題っていうのは、自民党次野党になったらどうするかっていうことを含めて本体考えなきゃいけないんだと思うんです。だからその野党になるのが嫌だったらやっぱりダメな人が大臣になっちゃダメなんですよ。でそれ今それが許されているのはやっぱり野党にならないと思ってるからなんで、イギリスなんかやっぱりもっとやっぱり厳しいですから、やっぱり能力のない人が一回大臣になって失敗すると二度とも大臣になれないとか見てて分かるんですよね。でまあそういうふうに、まあ私はなっていく面もだんだん出てくるんじゃないか、やっぱりどん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 ですね、安倍菅岸田ってなるともう自民党のやっぱり力って落ちてると思いますから、でその中で今回この問題が出てきてるっていうこともあり、あとはまあ安倍派が結局はまあこういう形で、まあ どうやったってこう割れていく中で、まあ安倍派の凝集力が落ちた自民党って結局どれくらい派閥があったところでガバナンスが持てるのかってことはあるんだと思うんですよね。でまあその意味で本当にまあなんていうか、個々の議員が頑張ってらっしゃるそのとか積み上げて、まあ、自民党が出来上がっている、野田先生おっしゃる通りなんで、まあ、その意味でまあ激変措置は難しいし、まあ、結局はできないとは思うんですけど、もう少しその自民党の中のリーダーシップをどう立て直すかということの面でのやっぱりいくつかの私は見方が必要だと思います。で、まあ、ポイント制はやっぱりそれは、まあ、せいぜい大臣政務官か、まあ、それくらいレベルまでだと思いますけどね。でその先どうするかと、でこれもちろんお友達になるか分からないからこの人って可能性は高いんだけど、例えば安倍派が今ああいう風になって、安倍派 の大臣が辞めた後の大臣っていうのは、まあ、これまで大臣やった人多いんですけど、大体皆さん政策能力が高い人こういう時つけるわけですよね。だから危機の時っていうのは自民党はそれなりの人材やっぱ豊富にあってちゃんとつけれるって、これ常時危機なんですよ。これからどう見たって今までみたいにここ10年のようにです、ね、何もないなんてことはないので、やっぱりもっと危機に対応できる派閥になるべき、派閥なり政策集団なり党側になるべきというふうになれば、まあ、私はですね、そんな今回大きな変化が起こらないにしても、また次の危機でバンとこう何か来た時にまた考える素材はやっぱあると思うんですよね。だから私は今回のこの作業部会ですね、このガバナンスの作業部会はやっぱりきちっとしたあるべきものをしっかり出して、まあ、それができなくてもこういうものを自民党は出したんだっていうのはやっぱり必要だと思うんですよね。その後党内でそれはどれだけできるか、で我々国民はやはり今回は結構しつこく見てるので、まあ、そういうもんなのかと、それじゃダメじゃないかということを含めてやっぱりある。それからこれがまあ不徹底だった時にやっぱりその改革不徹底の責任は誰が取るのかって、やっぱり一連の問題はですね、あまりに責任を取らなさすぎなんで、こういう形で自分は責任を取るんだっていうのは、これ岸田総裁含めてですね、党のやっぱり幹部たちはやっぱり示さなきゃいけないと思うんですよね。まあ、そういう意味でまあ責任を取り、まあ緩やかなガバナンスのための緩やかなまあ集団グループは維持しながら、なおかつその合理的にどこまで近代化あるいは合理化を進められるかっていうの
のはやっぱりこれ息の長いところで見ていくべきだと私は思います。今回だけじゃないっていう気がしますね。ありがとうございます。先ほど牧原先生がこの前のところのお話でおっしゃったその派閥が解消されて砂のようなパラパラとした人たちが生まれていったっていう話は、実はこれすごく我々がリスクシナリオを考えるときに非常に重要な着眼点だなというふうに思ってまして、この点について少しお伺いしたいんですが、どういう話かっていうと、今のお話っていうのはいい方向に向かえば国民から見ればその有能な人材が生まれる政党になっていく、有能な内閣の母体になる政党ができていくっていう方向に進んでくれればそれはそれで大変ありがたいんだけれども、今のまんまだとちょっとそんな気もしないっていうちょっとネガティブな見方をしたんですが、実はそれだけでは済まない可能性があって、このその派閥というのは私ある意味タガだと思って、タガをはめるのタガですね。今までそんなにこう突飛なことを言う人がいないとか、非常にこうなんていうか大衆迎合的なところに走らないことで、ある種その政党としての矜持、民主政治を守るっていうところも含めて、その政党が機能してた部分、あるいは派閥が機能してた部分っていうのはあるんだと思うんですけれども、この砂のような形になった時に何が起きるかというと、いずれかのタイミングで国政選挙がありますと、そうするとその国際選挙で受けるようなことを、ある種これポピュリズムとの結合によってこう政策そのものが非常に揺れ動くような事態ってことは起きるんじゃないかなというふうに思いますと。でここら辺のところ、その派閥の機能として、私は他家としての派閥の機能がどういうふうに起きて、その政党の中で、あるいはそれが政策集団という形になったとして、そもそも他がになるのかならないのかしたら僕はならないような気がして、実はこれ結構リスクシナリオに一気にいってしまう可能性はあるんじゃないかなと懸念してるんですけれども、このあたりのところお二人どうご覧になってらっしゃるか、あるいはそれを避けるためにはどうしていったらいいのかというところについて具体的な何かお考えがあればぜひお伺いしたいんですが、いかがでしょうかね。どちらからいきましょうか。じゃあ秋原先生いいですか。そうですね、やっぱりこう一人じゃ力出ないと思うんですよね。やっぱり私は一緒に何かするっていうところでもう力が出てくる。それはもちろん支持者との関係もあるんですけど、やっぱり議員集団っていうのはそういうものだと思うんですよね。だからそのいかにこう今その仲間を作っていくかっていう時に、今まであったような党の外にどっか事務所を構えてそこに専従職員もいたり、そこに大きなお金があったりして、でそういうものじゃないモデルを作るならそれはそれでいいんだと思うんですが、やっぱりその下からこう湧き上がってくる力ですよ。ここの議員が非常に強い自分で何かやろうというものがあり、その議員単位で人なりお金が集まっていく、でその上でまた派閥ができていくっていう、このボトムアップの部分のやっぱり力っていうのを持っていかないと、それはもうこの国際厳しい国際競争の中でやっぱり日本生きていけないんですよね。だからそういうようなものをどう作るかなんですけど、私は多分ですね、やっぱりこの次の総裁選挙がそれ試されてると思うんですけど、その前までに大きな問題がやっぱり起こってくるとかなり危機感があって変わるんですよ。でなんとなくこう今ちょっとウクライナもパレスチナもなんとなくこうグダグダとずっと続けてるような状況で、東アジアは比較的まだそんな危機もないように見えたり、あるいは能登で地震がありましたけど国内で大きなそういう災害もないような状況で緩んでくるともう全然ダメなんですね。だからやっぱりどれだけの危機感を自民党の議員が持てるかで私随分変わってくると思うんです。でただですね、いくつか候補が出るんでしょうけど、その候補がどういうそのやっぱり人を集められるかっていうことなんだと思うんですよね。なんとなくそのグループの代表で出てくる人同士になるのか、それともグループ飛び出た人でやっぱり世の中を、ね、こう割となんとなくこう注目を集めてる人同士になるのかで随分変わってきて、で後者の場合が一番私はリスクが高い感じがしますよね。で電車の場合だとなんとなくバスだけグループがあるけど、しかるべき人になってくれればいいという感じで、自民党ってやっぱりあれですよね、本当に地方で真面目な支持者っていうのがいて、自民党だから自民党はちゃんとしてくれっていうのがあるわけですよね。だからそのなんかメディアでこうエッジを切るようなことを言うんじゃなくて、やっぱちゃんとしたこう自民党になってほしいっていう層に応えるような自民党になるってことがやっぱり自民党の一番大事なところで、そこになんとなく時間があると私は修練していくことをこう期待したい感じはするんですけどね。ただこういう改革でやや浮き足立つと、浮き足立った中でそういう砂のような大衆の上にこう浮き草のようにパンとこう出てくる人たち同士のやっぱり総裁選になるのは極めて危ないという感じです。危ないですね、全く
今のあの話はちょっと今のところすみません挟むと、このちゃんとしてくれっていう支援者っていう、そのある種その日本の保守中道を支えてきた草の根型の保守の人たち、あのなんて言うんでしょう、観念型の保守ではない人たちが、実は結構そのちゃんとしてくれって、じゃあ何がちゃんとなのかって、いやちゃんとするってことなんだよっていうふうにお話しする人たちが、実は今回一番怒ってるっていう話は、あのこれいろんなところから聞こえてくるところで、もうちょっとしばらく応援できないみたいなことになってますから、ここも多分なんか負の作用に働いてしまって、じゃあ新しく目に見える票を取りに行きますってなると、これ非常に危ない形にはなりそうな気はしますよね。ありがとうございます。すみません、中田先生。はい、あの砂のようなって話も私全く同感で、あの今回の、まあ、派閥解消論って、あの中学校の先生がみんなで仲良くしましょうみたいな話で、でも我々ね、まあ、亀さんみたいにこう人気者だったら全然そんなことないけど、僕みたいな平凡な学生からすると、どうやって友達作ろうかと、どうやってぼっちにならないようにね、グループ作ろう、みんな考えてそれで生きてるわけじゃないですか。だからみんながみんな仲良くっていうのはなかなか難しいんですよ。でみんながみんな、なんかバラバラになっちゃって、みんなみんな帰宅生みたいな感じ、そうじゃなくて、いろんなグループがですね、あの排他的じゃなくて、例えば仲良しでね、ディズニーランド遊びに行くグループがあれば、ね、あの放課後に一緒に部活するグループもあるし、いろんな形で重層的に縦横無尽に存在することこそがですね、やっぱクラスも活性化するわけで、ぼっちがたくさんいてですね、いいクラスになるわけで絶対ないんですよ。だからそういうことは別に我々も肌感覚としては知ってるんだけど、自民党になると まあすぐ派閥はけしからんとかいう話にずっと回収されていくんで、ここにですね、あまり過剰に同調しちゃうのは良くないと。まあそのグループがですね、あのグループいじめちゃうとか、そういうのはまずいんだけれども、そうじゃない、まあ、有効な機能を果たすグループをどうやって作れるかっていう発想は、僕は非常に重要なんじゃないかなというふうに思っているんですね。であとその、まあ、やや政治学者の間もしばらくですね、まあ、政権選択選挙モデルみたいな非常に強くて、まあ、総選挙で全部決めましょうと、総裁選挙やって何でやってその、首相の顔を変えちゃうの、こんなけしからんっていうぐらい話があったけれども、やっぱ政党は政党の中のですね、総運営とかですね、人事とか、まあ、そういったことは非常に私は重要だと見ているわけです。特に総裁選挙っていうのは一番重要な局面ですね、仲間作りをしてですね。でそしてそのチームをその作る過程でもですね、まあ、この人を一番こう選挙の参謀にするとかですね、そういうところで人がどうやって集まるとか、いろんな見ながらやってるわけですよ。総合評価の中のシステムで、いろいろ議員の皆さんも見てますよね。あの先生はここが強いとかですね、ここがいいとかですね、まあ、政策は弱いけど人柄がいいとかですね、まあ、いろんな評価っていうのがですね、相互にこうなされてですね、これが人事につながっていくと、決してポイント制じゃなかなかこう救えないような評価がなされていくわけです。で380人をですね、都の人事局で全部でやるってことはほとんど不可能なことで、やっぱりその相互評価のシステムをどうやってこう情報が全体共有できるか、総理総裁に任命権者に入っていくのかって、こういうことの方が極めて重要だと。あんまり形式的にですね、あの派閥の人事権取り上げて、あの全体をですねすっきりやるって言った、まあ、企業だとそんなやり方してないのでですね、あの人事で目が届く範囲のユニットっていうのはやっぱ限られているわけなんで、ここは冷静に考えていかないといけないと。でそうなっちゃうと、そのもし仮にそういう形の人事をやるとかですね、まあ、ぼっち化しちゃうということがあるとですね、結局まあ目立つ人とかですね、いうことがやっぱり総裁選挙でもですね、分かりやすい形で、まあ、選挙で誰が有利かみたいな話だけでですね、決まってくると。世論調査でですね、まあ、上から3人とかそういったところの中の争いになってくると、そういった人たちは当然選挙要因になってくるんで、無党派層のですね、風を吹かせられる政策はどうなのかっていうところに、また今度ドライブがかかっていってですね、まあ、亀井さんおっしゃるようなポピュリズムをこう増長させるような動きになるということは、まあ大いに懸念されるわけで、やっぱりそういうふうな、まあ、もちろん自民党にしろ、まあ、立憲にしろ選挙で勝たなければいけないということはこれなんぼですけれども、やっぱり党内できちんとした相互の評価という形で、まあ、人定めをしていくということも同時にしていかないとですね、やっぱりこのバランスが大きく崩れてしまうんじゃないかと、まあ、ここに私は懸念を持っています。いや、ありがとうございます。多分これ牧原先生も中北先生も多分共通で認識されているのは、これ先ほど中北先生もおっしゃってました、牧原先生普段からおっしゃってますが、政権がチームで運営されることが、そのまあ第二次安倍政権以降当たり前になったと。でまあまあそもそも今の現代政治において、まあ特に国際政治があるいは危機管理もそうだと思うんですけれども、その一人のカリスマによって政治が回せるほど簡単なものではないとなると、政権というものがあって、まあこれ特に官邸なんだと思うんですが、まあ、あるいは官邸と政党の特
まり与党の役割分担なのかもしれませんけれども、どういうふうに機能するのかっていうところでチームが作られる必要があると。でそこにはもしかしたら知恵袋としての、政策の知恵袋の人もいるかもしれないけれども、むしろ権力闘争の知恵袋もいるかもしれないし、あるいは権力闘争そのものに長けている人とか、あるいは貸し借りを作るのが得意な人とか、そういったような人たちも入って初めてチームが生まれると。でそれのおそらく、前哨戦を、政党の党首を決める選挙、総裁選挙でやるべきだっていうのが多分今の中北先生のお話なんだというふうに理解してまして、でそういう練習をきちんと重ねていくためにも、それは人が集まるのは当然 でさらに言えば自民党の場合はそれがなんか政策主体かっていうと、どちらかといえば人間の相性で決まる。なぜかといえば僕は政策得意なんだけれども、じゃあ僕が足りないところは誰が補ってくれるんだろうっていう形で、それは当然政治家は考えるからっていう、多分なんかある種のこの政治家の生態論が多分あるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう中で人間の組み合わせが決まっていってっていうところの時間が、まあ、その時間がそれで醸成されてそこでチームができていくってことなんだと思うんですが、誠に残念ながら当面のその政治日程を考えると9月に総裁選挙ありますと、それからおそらくその先に衆議院の総選挙か、あるいは参議院の通常選挙がもうすぐに待ってますっていう状態の中で、やっぱりそこをそのなんていうか時間をかけてグループを作っていく時間が今ない中で砂のように溶けていってるっていうところは非常に危うくて、で一方でおそらく、まあ、今年は2024年というのは世界中で選挙がある年で、ちょうどインドネシアはありましたけれども、アメリカでトランプが出てくるかもしれないっていうもしトラと言われている現象がある。でそこに対峙できるその強力な政権、それは国民の支持も受けてるかもしれないけれども、政権能力として強力な政権をしっかり作るってなると、実際これ結構ハードル高いような気がするんですけれども、ここら辺のそのシナリオを考えたときに、改めて今のところでいくと、どこに留意するとそのリスクを回避できて有能な方に転じることができるんですかね。難しいですね、これはとても難しい。私も答えないんです、正直言うと。ただそういうふうに考えておく必要があるってことなんだろうなと思うんですが、そうですね。じゃあちょっとこれまあ、やっぱりその本当その総選挙でやっぱり政策集団がお金をどう配らないか配られるかというか、そこが大きく決まるんですよ。だから総選挙は、さっき総裁選挙と言いましたが、総選挙でこの派閥がどうなるか多分決まってくるんだと思います。で、まあ、その中で、まあ、要するに今いろんなことを言われてるけど、私は今国会で割と納得感が得られるような、まあ、制度改正をとりあえずするってことはもう大前提だと思うんですよね。でその上でどうするかを次考えていくということで、派閥は別に国会で決める話じゃなくて自民党が決める話なんで、自民党の中でまあ世論を見ながら決められればいいんだけど、どの線が世論が納得できるとかちょっと見えてないんですよ。ただ私この国会審議で派閥じゃなくてやっぱり政治資金規正法の問題じゃないかとかなり見えてきたんで、実は党ガバナンスの方は派閥を解消したところで政治資金規正法緩かったらダメってことは分かってくる中での多分改革になるだろうとは思います。あれですよね、政治資金規正法は規正法でもきちんと改正の動きを進めて、それとは別にきちんと自分たちの能力を高める方向に持っていくっていう話ですよね。でただ私は気になるのは、自民党が、まあ、要するに2012年に安倍政権が第二安倍政権出来上がってこう作り上げたものをどん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 結局崩れてきて今に至っているの で、うん、 そうですね、その別に今回の問題がなくたってそのもしトラの時どうなるかってすごく危ないんですよ。でやっぱり気がかりなのは、政権を作りたいという、まあ、リーダー候補の人が、まあ、世論調査かどうか別に何人かいる人たちが、じゃあ党内でどれだけ仲間を作れているのか、あるいは行政に対してどれだけこう主要なその官邸なり各省なりで、まあ、主要省庁内でこういうふうにやろうっていう知り合いがいるのかっていうことなんですよね。でかつての55年体制だともう派閥の領袖になっていて、大抵そうしたら通産大臣とか小倉大臣、外務大臣、いろんなものをいくつかこなしてるから、もうその省庁に当然知り合いはいるし、派閥の上で自分の派閥は抑えてるし、で、まあ、それ以外の付き合いもいろいろ出てきてるっていう人がおのずからなっていくので、まあ、安心して見てた面があったと思うんですが、今はそうじゃないですよね。だからその時に、まあ、どういうようなやっぱり見方をよく見てるかってことは、私はこれなんですよね。これ一番難しい。だから、まあ、志のあるそのリーダー候補の人はもう本当にこう幅広くね、民間も含めてなんですよね、人材とこういろいろこう人材をこうなんていうか競合するような努力をしてほしいと思うんですよね。交わって競合していくってことですよね。で、おのずからその
まあ、政治的な政治力も身につくし政策力も身につくはずなんですけどね、うんうん、なんとなくこれが与野党全体に薄いのが気がかりなんちょっと薄いですよ、ね、でただね、うん、ただあえて言うと、まあ、かなり安倍さんと安倍さんを中心とする人たちが吸収してたんだと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、コロナがあって人との交わりが減った中で安倍さんが吸収していたものをどういうふうに、まあ、受け継ぐか、うん、あるいはそれはもうかなり崩れてきて別に取り込むかっていう、うん、その競争は本当始まらなきゃいけない時なので、うんうんうんまあ、それを早く始めてほしいという感じがします、うんうん、ここはシステムっていうよりはもうその政治家の資質とか、ねうん、リーダーとなりたいんであればそれはやってねって話ですよね。やってねということでやっぱり、うんうん、でそれをなんていうか応援する仕組みは必要なんですよね。だからそういった政治資金戻ってくるところがあってだったら昔みたいにその料亭なりレストランをはしごしていろんな会合出てたわけですよね。でそれをまた始めるかどうかって問題もあるのかもしれないけどいやちゃんと透明性があってそういうものができるならどんどんやればいいってことだと私は思うんですよね。そこはありがとうございます。いかがでしょうか。全く同感ですね。だからあの議員の同士でもつながりを作っていくとともに、うんうんうん、官僚であるとか民間の人々とのネットワークを作っていって、うんうん、いろんな政策アイデアをですねこう貯めていくっていうこういうことっていうのはすごく重要だというふうに思いますね、うん、であのこう政権について見るとやっぱりこの間政治主導になって官邸主導になってきてます、うんうんまあ、岸田政権だってやっぱり官邸主導であの政策決定決まってる部分がやっぱりあると。でこうなればなるほどですねやっぱ官邸がチーム力持ってないとうまく回らないんですよね、うんうんうん、でそう考えたときに私は、まあ、小泉政権モデルってややイレギュラーだと思っていて、うんうんうん、やっぱり相当その、まあ、無党派層の世論にですね、まあ、依拠した形でやや自民党こう身を削る形でですねリーダーシップをこうしていた、まあ、それに比べるといろんな批判はあるけれども、まあ、第二次安倍政権というのは非常によくできた政権だったという評価を持っているんですね、うんうんうん、岸田政権がまあうまく回ったら、まあ、あの非常にこう摩擦が少ない中で、まあ包摂型でうまくできるかなと思った瞬間もありましたけれども、うん、結局なかなかうまく回っていないと、うんうん、でしかもですね、まあ、私一番あの残念に思ったのは増税メガネ発言で所得税減税にグッといったところですね、うんうん、結局近視眼的な政策決定しかできてないと、うんうん、でしかもまあ決めてるけど根回しも十分できてないみたいな感じでですね、うんうん、やっぱりうまく回ってないとしか言いようがないんですね、うん、ですからやっぱりこの、まあ、第二次安倍政権のようなってなかなかまあリベンジ組なんかもいてですね、うん、こういう塊作るのは難しいけれどもこれに近似した形でどうやってチームを作っていくかということはものすごく重要な課題だと。だからやっぱりこう仏作って政治主導の仏作ってるけど魂入れずみたいな今状況になってるんでやっぱここはまあ、政治学者としてはあんまりなんかこう精神論みたいなところがあったりとかで人脈論になっちゃうんで制度論全盛の政治学としてはなんかまああまりすべき議論ではないと行儀悪い議論かもしれないけどやっぱここはですねまあ見ているとまあ感じざるを得ないということですね。ただまあ派閥も先ほどちょっとお話したようにこの間機能不全ですね。例えばまあこの前の総裁選挙見ても麻生派から岸田さんを応援する麻生さんもいれば河野さんも出られて結局その総裁候補を中心とする派閥っていう機能が極めて弱くなっていると、まあ、ややこう形骸化している中でこう残っているような部分があってこれ一回こう更地になってくるとやはり総裁候補を中心とするもう少しこう生命力が高いですね党内グループできてくるんじゃないかと。で今はもう本当世代交代の時期になっていると。まあ、この間あの政局しこうヘゲモニー持ってたのはまあ麻生さんとか二階さんも80代の方なんで一気にぐっと世代交代の可能性があるとしたら今回の動きっていうのはそれなりに意味があるかなというふうに思いますし、まあ具体的に言うとやっぱ小渕さんとか福田さんとかおそらくそういったところがですねまあ新たなグループを作っていってまあ総裁候補に名乗りを上げてくる、まあ今度か次なのかそこはよくわからないけれどもそうだとしたらまあ、それがもし可能であれば自民党はまだ生命力があると、うんうん、これが一つ目のシナリオですけど、うんうん、生命力ないまま砂のようになっていくという亀井さんの悲観シナリオというのも十分にあってこれがどう動いていくか少しややわからないところですね、うんうん、ここは多分9月に向けて多分注意深く見ていく必要があると思っていてなんていうんですかね。ただ今この派閥というものが非常にこう汚いものとして見られている、まあ、ある種のレッテル貼りが行われている状態でじゃあ政策集団を自分が立ち上げますってこう非常にこう手を挙げにくい状態になっていてそれがこうなんというか
こう周到な準備がされないまんま、この指止まれでその時その時のなんか受けそうな政策に行くと、さっきのやっぱポピュリズムシナリオに落ちていくわけで、ここら辺のところはなんていうか、まあそういう意味では本当に岸田さんがあの派閥を汚いものにしてしまったっていうのは私は大変罪深いと思ってるんですけれども、そこを乗り越えてどうやってこう集団というもの、あるいはそもそもリーダーというのはこうあるものなんだと言って、リーダーが手を挙げていくっていうところを、もうどうせ総裁選挙モードなんですから、なんかそこにまあ移行していくっていうことはなんかあってもいいのかなっていうのはお二人の話を伺いながら感じたところですね。あんまり自民党の話してると他党の皆さんに申し訳ないので、少しそろそろ他党の話もしていきたいなと思うんですけれども、今リスナーの皆さんはぜひご質問あればご質問書き込んでいただければ、この後最後のところで先生方にまた追加で聞ければなというふうに思っておりますので、ぜひ書き込んでいただければ、私の方に質問お預かりさせていただく形になりますので、ぜひいただければというふうに思います。ちょっとスライド一つご覧いただきたいんですけれども、こちらちょうど昨日かな、昨日発表された NHK の世論調査の最新版2月の分を更新したこれ各党の支持率です。私正直これ NHK の世論調査よりも実感としては唯一面談調査をやっている時事通信の数字の方が私は今の多分政党に対する感覚、時事通信はちなみに言うと、この自民党支持率の約半分です。多分実感携帯電話と固定電話取らない人がほとんどですので、実際これ半分ぐらい取ってるんだっていうのが NHK ですけれども、最後までこの調査にお付き合いしてくださる方もいれば、時事通信の場合は面談で最後まできちんと聞き切るって形を取ってますんで、より実態に近いのは私は時事通信、絶対的な数字としては時事通信だと思うんですが、ただ時系列でこうやってきちんと見えるのは NHK ですんで、今回 NHK でちょっと出させていただいてますけれども、今一番増えたのはいわゆる特になしの無党派層、私はどの政党も支持しないという形の方々が第一党になっています。これに対してそれでも自民党は3割をキープしたっていう状態になっている。でじゃあそれ以外の政党を見てみると、あれあれどれも、ちょっとここのところ今のところでは立民が少し上がってきたかもしれないけれども、っていう感じの状況で、実は与党の一員である公明党が自民党にもっと催促すべきことであるとか、あるいは野党が今比較的なんていうか自民党が答えにくいことを追及していくっていう形の予算委員会モードになってますんで、そういったような状態なんだと思うんですが、一方でこの当面 の政治資金規正法の問題であるですとか、あるいはこれは自民党の問題である統合アナウンスのところはどういうかっていう話はあるんですけれども、どういうふうに論点設定していくかっていうことで、それぞれの政党の役割があるような気がするんですけれども、このあたりどういうふうにお考えなのかというところについて、では中北先生、牧原先生の順番でご意見いただければというふうに思います。はい、この世論調査面白いですよね。要するに自民党の支持率が減ると無党派層が増えると、これ55年経つ末期の状態で、要するになんかやっぱり自民党は長期政権モードですよね。お灸を据えたらまた自民党が違う形で復活するっていう、基本的には私は政権交代でかなりなかなか有権者の意識の中でも起きていないんじゃないかと、そういうモードに入ってないんじゃないかという印象を持っています。まずその上でですね、公明党ですけれども、公明党今かなり独自色を出す、名誉会長が亡くなられたということもあるし、党 の組織もやっぱり弱くなってきているんで、例えば山口代表はこの前何でしたっけね、インスタでかなんかで同じ穴のむじなになりたくないっていうね言ったこと、つまり政治資金の問題についてはクリーンな政治って掲げてきた以上ですね、かなり明確な方針を持っていると、連座制含めてですね、かなり厳しい方針を持っていると、ただこの問題は自公与野党でやるっていうよりは、与野党で全体でやるべきものなんで、そうした中で公明党がどういう役割を果たしていくか、あと防衛装備品の輸出の問題でもかなり、粘っているという感がありますんで、独自性を発揮するという感じにはなってきていると思いますけど、ただあと2つぐらいやっぱりなかなか公明党難しいというのがあってですね、1つは議席の差ですね。やっぱり6対1とか7対1ぐらいの、議席比ですから、自民党と公明党っていうのはやっぱりそうすると、やっぱり公明党ができる範囲っていうのは力関係から言って限られているっていうことが1つと、もう1つは維新の問題ですね。公明党は小選挙区で維新とかなりガチンコ今度戦わないといけないと、勝つためには絶対に自民党の支援というのが必要だというところに追い込まれてますので、独自色を発揮しながらも自民党と喧嘩することはなかなか難しいという現実もあるんで、
やっぱり本質的には野党頑張るということが必要だというふうに思いますね。で、野党頑張るということを考えたときに、まあ、一つはまあその政策面あると思いますね。もう一つ現実的な政策を打ち出してですね、政権交代に向かっていくということもあると思いますけど、さらにもう一個重要なのは、先ほど来話が出ているやっぱチームですね。政権の受け皿となるようなチームを例えば泉代表中心にできているかどうかというと、甚だ心もとないところ、泉さんを誰が支えているのかというと、なかなか見えにくいところがあるわけですよね。やっぱりこうしたその政策も重要だけれども、まあ、組織運営チーム作りというところもまだまだ野党は問題を抱えているし、まあ、さらに言えばやっぱり立憲民主党と国民民主党という民主党系、やっぱりここがですね、政権交代の核にならざるを得ないというのはまあ現実だと思います。全国津々浦々にやっぱり連合の組織があってですね、全国政党としてはやっぱり民主党系であるわけですけど、でもやっぱり立憲国民が分かれていると、やっぱり民主党政権末期の分裂の中でですね、政権が崩壊していた記憶っていうのは新しいわけで、やっぱりなかなかその政権を託すということにはならないわけで、やっぱりここら辺はいくつか課題をですね、どうこうクリアしていくのかと。いうことというのは問われているかというふうに思いますね。はい、まあ、自民党ですよね。やっぱり、まあ、内閣支持率ってやっぱり民主党政権自体はすごく低かった、まあ、数字よりはまず下がらないと思うんで、まあ、大体今それに近づいているけど、まだちょっとそれ高いと思うんですよね。で、まあ、こういうような状態が、これ私は今回の問題はうまく対処しないと、これ結構この水準から上がっていかないんじゃないかと思うんですよね。で、そうだったときに、まあ、無党派層が出てくると、しかし逆にそこからが、実は政権交代するかどうかが始まるんで、もう自民党が強くて、安倍政権が安定しているときに政権交代なんてあるわけないし、野党バラバラ、でこれはもうイギリスでも大体そうなんですよね。で、問題はそこから野党がどうするかということに、今なって、ようやくまあその局面に来たなとは思いますけれども、まあ、本当に中北先生おっしゃったように、やっぱり立民と国民がこれがどうするかっていう、大同団結できるかって、やっぱりここ一つ大きなやっぱり見るべきところなんだと思うんですよね。だから公明党、今回の件はやっぱりかなり早い段階でいくつかの項目を出していて、それは割とハードル高いんですよね。だからこの公明党のハードルで、私はまあ自民党は連立を考えると、どこまでそこに自民党が近づいていくかというところじゃないか、まあ、野党もっと高いですからね、まあ、維新はちょっと別ですけどっていうようなところはあるんだと思います。で、まあ、そういったところで、まあ、私は政権交代っていうのは、これはまあ、常時政権交代を考えるべきだけれども、しかしやっぱり現実的な可能性がある程度見えてこないと、どんなのを考えてもしょうがないっていう。で、それがまあ、やっぱり菅、岸田と来てですね、まあ、おそらく次の総裁選挙で岸田さんが続投するか、他の人が出るかどうか分かりませんけど、後者の場合でも、まあ、長期政権はちょっと想像できないですよ。だからおそらく短期でつなぎながら、まあ、先ほど今議論している中でこれという人がですね、出てきて、そこからまあ長期政権がもう一回誕生するかどうかっていう時代におそらく入ってきてますから、この中でですね、まあ、自民党はやはり今こらえながら党ガバナンスを作り、国民の信頼を得られるような方に持っていかなきゃいけない。で、野党は野党で、まあ、その今回の件でやっぱり難しいのは、どこまでこれを多分この問題に関わるかですよね。で、まあ、今のところ見てると、もう2ヶ月近く経ってきてるんだけれども、他の問題やれという声が全然出ないんですよね。ただ今回は、今までの安倍政権の時の不祥事よりはずっとこの問題への関心強いまま持続してるっていうのはやっぱりあると、だからといってこればっかりやってるとですね、やっぱりダメなんですよね。だから特に基本的な政策に関して、やっぱり本当に政権交代しようと思うのは、やっぱり、まあ、安全保障は非常に重要だと思います。で、これは民主党政権とは違うのは、やっぱり安倍政権が国家安全保障会議の4大臣会合と国家安全保障局を作り、その後のクアッドとかいろんなところで安全保障政策でかなり深いところまで連携をしてるんですよね。で、これを壊すってことは、ちょっともうこの今の国際状況で考えられない中で、安保法制がどうって言ってるのは、これはもう完全に私はもう時代から取り残されてると思うんですよね。もともと立憲民主党の特に
党を作るときの趣旨にそこに大きなポイントがあったことは間違いないんだけれども、やっぱり安倍政権が作った安全保障政策をどういうふうに継承するのかということはやっぱりしっかりとした方針を出すべきですよね。でそれによってはなるほどと、これならっていうふうになると多分またこの状況は変わってくると思いますから、私は結構ですね、まあ、原発はちょっとこれはまあ全体にいくらやってもなかなか難しいので、まあ、そう大きく変わらないけど、安全保障に関して野党がどれだけ、まあ、これまでの政権の蓄積をまあ認めながら一定の方向性を出し、それがしかも特にアメリカとの関係が重要なんで、まあ、そこまで含めた現実的なところに言えるかということが多分大きなポイントになると思います。で、まあ、時間がかかると思うんですが、まあ、今年のだからこれからこの問題がずっとあった後、まあ、自民党の次の総裁選挙がありっていう中で、その先に総選挙が見える中で野党がどういうふうに政策を作っていくかはやっぱりこれはやっぱりしっかり注目していった方がいいと思いますよね。やっぱり小選挙区制度って有能さの競い合いのはずなんですよね。私たちは別に誰がやってくれても構わないと、それは最終的に日本のその豊かさ繁栄の礎をちゃんと守ってくれるならば、あるいはそれをさらに発展させてくれるならばと、まあ、いろんな不安要素を それこそトランプも含めてですけれども、そういう人たちに対峙できる厳しい国際情勢に対峙できる力強さが必要だし、やっぱそこで有能さを示してくれるっていうのは結構大事で、今だからこそ確かに安倍さんの時には勝てる気しなかったけれども、今なら勝てるかもしれないわけで、やっぱ今こそ実は野党が有能さをきちんと、私たちは彼らより有能であるっていうところをもっと戦略的に示していく。今のだとほらあいつらダメだダメだダメだって話になってしまいますから、そこはやっぱり有能さを打ち出すっていうところはぜひ意識していただけるといいのになっていうのは率直に思うところですね。まあ、野党の皆さんぜひ見ていただけたらいいなというふうに思います。質問いくつかいただいているんですが、ちょっとすいません時間の都合で全てすいません対応できませんが、すいません私が勝手に選ばせていただいてあれなんですけれども、メディアの役割と、それからあと、まあ、今日我々はどこなのかあれですけど、アカデミアの役割、そのいわゆるその学者の役割っていうところをどう考えるのか、この問題その、まあ、メディアはどっちかというとやっぱり日々の実況中継に徹しているところもあって、まあ、実を言うと、まあ、この回設定するときに派閥の功罪の話もしたいんで、ちょっと誰かメディアに出てもらおうかなと思ったら、派閥の弁護は絶対メディアの立場からできませんって実は結構多くのメディアの方からは言われました。いやそうじゃないというメディアの方がいらっしゃったら、ぜひまた我こそって形で言っていただけたらいいなと思うんですけれども、なんていうか何かの善悪を決めつけるんではなくて、やっぱりこれから私たちの日本のあるいは世界のためにどういう政治であるべきなのか、日本の民主政治はどうあるべきなのか、あるいは政党政治がどうあるべきなのかっていうところの中で、そのメディアの役割あるいはアカデミアの役割、今回私は本当にベストの2人に来ていただいたと思ってるんですけれども、そのアカデミアの役割って結構大きいんじゃないかなと思うんですけれども、その役割についてどういうふうにお考えになるか、それぞれちょっともしあればいただければと思います。いかがでしょうか。はい、まあ、メディアですね、やっぱり、まあ、本当ポピュリズムが強くなってきている中で、どうメディアがポピュリズムを冷静にこう持っていけるかがポイントになると思うんですね。で特に今回政治家バッシングみたいな流れがなんとなくできているのは私すごく気がかりで、だから岸田さんのいわゆる増税メガネとか増税なんとかメガネっていろいろ言われちゃってるのも、実はまあ岸田さんが負担増をまあ平気でこう求めるのに全然それについて説明もしないっていうようなものに対して非常にこうもう怒りが出てる。でもこれがもうバッシングの走りのようにも見えます。で今回のまあ政治改革がまあ、国民が本当に納得いく結果になるかどうかはまだ分からないし、ならない可能性も高いんだけれど、ならないときにそういう議論が出てくる。つまり90年代に公務員バッシングがあったように、実は2020年代は政治家バッシングの時代になるってならないように、メディアがどういうふうに、まあ、政治に対して異議申し立てをしっかりしながら、ある意味でこう建設的な議論を立てていくかって、そういうアリーナを作るかは試されていると思います。でアカデミアはですね、基本研究が主なんで、まあ、あまりこういうこと関係なくていいと私は今日思ってるんです。でただもし関わるとしたときに、私はもうこれははっきり思ってますけど、今までの改革の積み残しだって議論は私はアカデミアはもうすべきじゃないと思ってます。でそれは、まあ、そういう私なんかの世代はそう見えるんですけど、やっぱり今出てきている問題は2020年代2030年代の日本政治を作っていく世代のものなんで、もっと若い世代から考えていくべきなんです。だからそうだとすると、今までの改革の論点をそのまま上げるんじゃなくて、今の時代がどういう時代であって、その時代に対して何が必要かということをもっと
と若い世代が考えられるような、まあ、そういう研究をしてもらい、まあ、機会がある、あるいはそういう何ていうか、まあ、そういう力もある若いアカデミアの方がやっぱりメディアでも発言していただければいいんじゃないかと思います。我々私なんかはもうすでに上の世代って 老世代なんで、まあ、そういう世代にどうつなぐかってことを考えていかなきゃいけないかなと思ってるってどこでしょうか。槙原さんも本当に我々も一歳違いで年齢食ってきたんで、なかなか若い人の感覚っていうのが分からなくなってきてるのかもしれませんけど、槙原さんも私もね、ヤフコメの公式コメンテーターやったりとか、槙原さんは多分朝日のあれコメンテーターやって、うん、私日経の方でデジタル版やってますけれども、うんうんうん、まあ、ああいうのを見ていると、まあ、もちろんその、功もあるんだけど、やっぱ財もよく見えるわけなんですよね、うんうん、まあ、コメンテーターの方もなんかいいね欲しさで結構世間に迎合するようなコメントを作る人も、まあ、いるわけですよ、うんうんうん、だからやっぱりそれでまたメディアの方の既存メディアの役割があると思いきや、既存メディアもですね、デジタル版でどのぐらいビュー数があるかみたいなところでこう、うんうん、関心を持ってですね、やっているところがあって、いや、やっぱりネットメディアに振り回されているというところ、これやっぱり危険だなとい いうふうに思います。これは自戒を込めてということですけれども、あとやっぱり既存メディアの役割、ちょっと私も考え古いかもしれません、やっぱり大きいと思ってるんですよね。ただやっぱり既存メディアも体力が弱くなってきて、記者の、まあ、働き方なんかもなかなか少ない人数で、これまでの部署担当を持たないといけなくなっているんで、まあ、勉強をする機会というのがやっぱり時間がないと、特に私最近共産党なんかについても書いてるもんですが、共産党の仕組みなんか結構複雑なんですよ。実際知らないとなかなかコメントできない、記者やっぱりなかなか不勉強なまま質問してるもんだから突っ込めないんですね、記者会見の中でも、 C さんなんかに対してですね。だからそういうやっぱりこう既存メディアの体力の後退ということが、やっぱり意外とその我々がいろんな情報を得ているかのようだけれども、深いところで知り得ていないというところになっているところをどう改善できるかということは、まあ非常に感じるところですね。あと専門家についてもですけれども、まあ、私これも自戒を込めてということですけれども、まあ、専門家本、まあ、読むことは非常に重要だし、その通りなんだけれども、まあ、論文書くことも重要、ただやっぱりその対象がやっぱりリアルな世界で動いているものについて言うと、やっぱりリアルな世界をきちんとそれを捉えないと、まあ、相当とんちんかんなことを言ってるなという感じは私は受けるんです。まあ、公式当てはめればそれは 論文は書けるし、ある種の主張はできるんだけれども、ただやっぱりそれが非常に浅いものになっている部分っていうのが、あるんじゃないかなと、私も本当に自戒を込めて相当難しい問題あることを昔言ってたなと思うことも多々ありましてですね、ただ他方でやっぱり現実のアクターでもないので、若干そこから距離は取らないといけないという要請もあるわけで、やっぱりそういうその距離の感覚みたいなものも専門家っていうのは持っていかないといけないかなというふうに思います。持っている以上にやっぱりアクターって近視眼的に動いているので、そこから距離を取って我々がまあ発言することも何らかの意味があるんじゃないかなと思わされることもしばしばです。いや、それはまさにシンクタンク、シンクタンクって多分その中間にいる、そのある種の私たちはなんていうか媒介機能なんだと思ってるんですけれども、やっぱりメディアの方々はその日々報道していかないといけない、でかつネットになると今は日々どころではない、毎分毎分みたいな形になるっていう中で、そのじゃあこれはどういう文脈の中で出てきたんだろうっていう、その文脈そのものを読み取るっていうのはやっぱり非常に難しい。で、まあ、ある種その今流れてるマグマをそのままマグマが流れてますって伝えることも大事だけれども、一方でそれがじゃあ冷えて固まった時にこれはどういう意味があったのかと、どういう島ができるのかみたいなところっていうところは、多分我々がきちんと伝えていく、一緒にアカデミアの皆さんと、あるいは場合によったら、まあ、今回は政治の現場にいらっしゃる方はいらっしゃらないですけども、そういった方々も交えて多分対話を重ねていくってことは結構重要で、こういう場はきちんと作っていくことがメディアの皆さんにとっても政治の皆さんにとっても、まあ、さらには国民の皆さんにとってもすごく大事な、情報が冒頭申し上げたように情報がたくさんあって情報の構成にあるからこそ多分非常に重要なことなんじゃないかなというふうに改めて思いました。ちょっといくつかそのなんか今質問を始めたら質問がダーッときたんですけれども、政治資金規正法について具体的にどれをやったらいいんだっていうところについては、まあ、先ほどお話もあったんですけれども、まあ、まず政治資金規正法どこから手をつけるといいですかねって話なんですが、これ多分今の短期的対応でこの国会で対応するとしたらどこかっていうところについて、それぞれちょっと短いかもしれませんがいただけたらと思います。いかがでしょうか。
まあ、透明性の確保はとにかく今回鍵だと思いますので、不透明なものはもう全部ダメということに私はまずそれに尽きると思うんですね。でその先にしかしやっぱり政治家の自助努力だけでは難しいところをどういうふうにこうアンパイアをするかということですね。で、まあ、それに関しては例えば公表についても、まあ、公開と公表はちょっと別なのでそういう前仕切りができる制度までいくといいなと思っています。いろいろ具体的に挙げればデジタル化とか公開基準の問題とか銀行振り込みにするとか外部監査の問題とかいろいろあると思いますが、やっぱり私は一番重要なのはいわゆる連座性的なもの、厳罰化、厳罰化、それはまあ政治資金収支報告書に国会議員がサインするってことでもいいと思いますけど、これはなかなか制度設計がですね、まあ、難しいと思うけれども、やっぱそういう形でですね、国会議員がきちんとこの政治資金収支報告書については責任を持つと、お金のことについてはきちんとやるというぐらいのやっぱりこれは覚悟を持っていいんじゃないかと、厳しいようだけど、そこをやらないと、牧原さんおっしゃってるように我々だって確定申告をするとインボイスという形でですね、きちんと課税の適正化をやっていくんであれば、政治資金というある種の非課税でですね、なされていることについて言うと、やっぱり国会議員がきちんと責任を持っている体制を作るのはこれはやっぱ当然じゃないかなというふうに思いますね。あと、いろいろ言えばですね、これ今回の国会じゃないですけれども、政治資金団体のですね、世襲の禁止とかですね、やっぱりいろんなこう課題というのはあると思うんですね。牧原さんおっしゃっている政党交付金のですね、減額によるこうある種のインセンティブの導入みたいなこととかですね、いろいろアイデアはあると思います。だから緊急で対応しないといけないことと、やっぱり例えば2国会ぐらいかけて適切な制度を作っていくという視点でやっていくことと切り分けながらですね、進めていくということが必要なんじゃないでしょうかね。いや正直今国会については私、しょうがないから国会議員だけで決めていいと思うんですけれども、本来私これはちょうど選挙審議会というのは内閣府に立ち上げられていて、これ確か竹下内閣以来立ち上げられていないという休眠した審議会があるんですけれどもそれこそ専門家や場合によったらこういうところには放送関係者、検事の人たちであるとか要はなぜ立憲できなかったのかっていうようなところまで分かっている人たちに入ってもらって彼らの視点っていうのもきちんと入れていった方がいいと思いますし、先ほどもお話があったと思うんですが、一方で私たちの政治参加とか自由な政治活動ってことを阻むものになってはいけないので、ここら辺は実はまさに二国会をかけてでもっていうところは結構実は大事なところで、何より感情的で単純化するところは避けなきゃいけないのかなというふうに思っています。だいたい今日の会は3時半プラスアルファぐらいで考えてたんで今最後のところまで参ってるんですけれども、あと一つ最後のところでちょっとそれぞれの先生方に、今日の議論を振り返りつつ改めてお話を伺いしたいんですが、実はこれ PHP 総研いろんなこういう公開フォーラムウェビナーやらせていただいていて、いろんなテーマがあるんですが、だいたい一番人気がないのが財政です。そんなに人が集まらないと。で今回それに続いて集まらなかったっていう驚くべき形で、分からんでもないのは、日々いろんな報道が流れてくる、でなんだかよく分かんないけどもムカつくっていう話だから、それでそれをわざわざなんかまた詳しく1時間半も聞こうとは思わないっていうところも分からんでもないんですけれども、一方で先ほど政治資金規正法のこの理念をご覧いただいたと思うんですけれども、ちょっとスライドを映していただけますか。やっぱり政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるというのが僕は民主政治そのものなんだと思うんですね。で国民が諦めた瞬間に政治家はまた甘えることになりますし、なんていうのか、どういう政治をしていくかってことについて自分に甘い判断をしてしまいがちなことになってしまうので、やっぱり国民の不断の監視と批判っていうのは私はとっても大事なことだと思っていて、私たちが関心を持っていく、あるいはきちんとものを言っていくってことはとても重要なことだというふうに思うんですが、そういったようなその国民の政治参加も含めてですね、これからその日本の民主政治がもしかしたらものすごく流動化していく、砂のようにさらさら溶けていくようなものになっていく、あるいはポピュリズムが台頭してくるかもしれない今この時点において、どういうことが必要なのかってところについて改めてそれぞれいただければと思います。じゃあ中北先生からいただいて、最後牧原先生いただければと思います。なかなか今日参加者が少なかったのは、私が一人に力不足なんじゃないかと反省しておりますけれども、財政規律も同じですよね。
実は本当にもうイレガル状態になっていて、私はかなり危機感を持って、まあ、その日本国債の格下げなんかってどうなんだろうと、今円がね150円ということで1ドル150円ですけれども、これはかなり危機感を持っていいんじゃないかというふうに思いますけれども、なんかもう苦しい現実からもう見たくないっていう感情の方が、まあ、皆さん多いんじゃないかなと。で政治についても政治改革改革ってやってきたけれども、結局一向に良くなっていない部分というのが見えてきて、もうなんか諦め半分というのが一つと、もう一個はやっぱり国民一般、私も含めてですね、やっぱり先ほどもお話したようにやっぱ観客状態になってきていると。だからこうけしからん議員がたくさん出ましたとか、こういうところには関心あるけれども、じゃあそれをどうやって正していくかって難しいことについてあまり関心がいかないっていう、叩くところには関心があるけど建設的なところには関心が回らないというところは大きいんじゃないかなと。まあ政治改革も平成の政治改革の時はまあバブルの時期で、まあ、バブルもよろしくなかったかもしれないけど、ある種の熱気って我々持っていた時代ですよね。何か個人的にも、まあ、チャレンジしても失敗してもどうにかなるかっていう感覚っていうのがあった時代だったし、まあ、経済一流で、ね、まあ、その臨場みたいなものも影響力を持ってた時代、今もう経済も三流になってきてるんで、なかなかそのもう諦めモードみたいなものがね、世の中こう覆ってるっていうのが非常に大きいかなというふうに思います。ただやっぱりそれでもですね、国がしっかりしてくれないとダメなんですよ。我々のその生活安全保障っても国がちゃんときちんとやってくれないと保てないし、社会保障だって一部の富裕層でですね、そのドバイ行ける人、シンガポール行ける人はいいんだけれども、でも多くの人はやっぱり年金ということを前提にですね、将来設計しているわけなんで、国がしっかりしてくれないと困るんですよ。やっぱそうであればやっぱ政治がしっかりしてくれないと困ると。政治家がですね、まあ、目先のことでですね、飴玉ぶら下げてですね、もう財政先行き考えずにですね、増税の話は先送りみたいな感じでやっていくとですね、結局付けが回っていけ困るのは一般庶民なんで、富裕層は困らないですよ。そういった意味ではもう資産の中ね、ドルで持ってるかもしれないし。だからやっぱり我々自身がきちんと政治を監視してですね、関心持ってですね、より良くしていくっていうことがやはり一番ベースにあると。でそういった上ではですね、政治資金の問題っていうのは一つはやっぱり政治家がきちんと見落とすということとともに、我々の政治参加っていう非常に接点のところに、非常に重要なところにあるわけなんで、まあ、この問題についてはですね、本当深いところで理解して、検討を重ねていくという機会、亀井さんに期待をしているところでございます。ありがとうございます。はい、まあ、本当に確かに財政も政治資金の問題も、まあ結論はあるべき結論はみんな分かってるんだけど、なかなかそこに行けないからっていうところで、まあ今一つこの関心は集まりにくいのかなという気はしますね。で、まあその中でやはりやっぱり今日本当にこう亀井さんにこういう場を設定していただいて思いますけど、やっぱりこうシンクタンクというところで、アカデミアとは違う、またその政府の審議会とも違う場でいろいろ議論するっていうことがまたこう意味が持ってくるって、これまたメディアとはちょっと一般のメディアとは違うんですけど、で、まあ、その一定の専門性があった上で何が問題かを深掘りしていくっていう、まあ、こういう場をやはりコツコツとつないでいくっていうことが大事なんだと思うんですね。で、まあ、要は、まあ、今のこの問題ですけど、私2つあると思うんですね。1つはやっぱり自民党が長期政権の中でかなり自民党自体はもう制度疲労の中に入っちゃってる、まあ、派閥でなんとかっていうのも多分その1つの表れなんだけれども、これ自民党自身がなかなかうまく刷新できないまま、いわばのたうち回っているというところだと思います。で、まあ、それは、まあ、普通だと政権交代になるんだけど、まあ、政権交代になるにしても、まあ、何年もこういうのたうち回るんですね。機能不全を起こした与党というのは議員内閣制の場合も何年ものたうち回りながらだんだんに潰れていくんですけど、そういうぐだぐだ政治を本当にこれからやるのかというのはこれは大きな問題で、まあ、あまり国民はそれに耐えられませんから、しっかりしてくれとなるので、まあ、どう立て直すかということをやっぱりこう見ていかなきゃいけないと思うんですね。で、2つ目はやっぱり、まあ、今日本が直面している課題っていうのも本当に大事ですよね。まあ、もちろん地球温暖化とか自然災害、まあ、そこは世界的な課題にもなるものもありますけど、やはりまあ、人口減と、まあ、高齢化、少子高齢化の問題って、これも、まあ、おそらく今ほとんど限界集落になっているところは本当にまあ大変になってきてて、これがあと10年でもっと大きくなるので、これどうするかってことは本当に危機であると。で、それでやはり、まあ、国際関係安全保障の問題、どういうふうに日本の羅針盤を問うかって、やっぱりその中でこんな民主政治でいいのかっていうところは、やっぱり非常にこれはもうそう思えばまあ、大変だと分かるわけですよね。まあ、普段日本どうしても島国なんで、危機が海を越えてくるのはちょっと時間がかかるから、なかなか
っぱり実感はしにくいんですけど、やっぱり世界的には今非常に政治っていうのは先進国では特にもう荒れ狂ってますからね、政府の支持はどこも、まあ、非常に厳しいと、まあ、経済特に大変だということがあるという中で、まだ比較的日本は乗り切っている方なのかもしれないんだけれど、しかしそれはすごくリスクをはらんでますから、やはりやっぱり大きな今後10年20年どうなってくるかはやはりなんとなく思いながら、こんな政治でいいのかっていうのを見ていくことによって、あ、この人たちはもしかしたら頑張って考えてる人たちかもしれないっていう人が見えてくる、あんまりメディアとは違う線で見えてくるかもしれない、でそういう人たちをこうしっかり見ていく、あるいはそういう人たちをまあエンカレッジしていくような国民の声とか、あるいはシンクタンクでの提言とか、そういうのがあるのかなと、それが必要かなと思っています。ありがとうございます。私大学院で授業とゼミでですね、学生、私うちは社会人なんで、まあ、いわゆる若い人から私より年配の方までいらっしゃるんですけれども、彼らに自分の住んでいる地域の選挙区にいる、両方の政党の、まあ、2人以上多分いると思うんですけれども、まあ、議員さんと支部長さんなのか、2人とも議員さんの場合あるかもしれませんけれども、それぞれのところにメールでもファックスでも実際に行ってみてもいいから、自分が思う政策課題についてどう考えるのか聞きに行ってくださいっていうふうな課題をお願いすることがあって、これ結構大事なことで、で何でかっていうと、政治家からするとこれ今まで見えなかった一票が見える一票になりますから、真面目に答えるんですよね。でそこから多分政治家を育てることは始まるんだろうなと率直に思っていて、で今の牧原先生のお話、あるいは中北先生おっしゃった観客民主主義から、観客じゃないところからフロアに降りていくっていうのは、私はそういうところから始まるんじゃないかなというふうに思います。で残念ながらうちの選挙区にはいないんであれば、隣の選挙区行ってみたらいいわけで、そこはまあ、なんていうか、それなりに多分隣の選挙区ちょっと遠いところもあるかもしれませんけれども、そういう形で、あ、この人はしっかりいろんなこと考えてるんだなと、この人の次にやることはどんなことなんだろうっていうような形で見ていくっていうのも、ある種の政治参加の一つなんではないかなというふうに改めてお伺いしました。また牧原先生からはシンクタンクもっと頑張れっていうようなお話もいただきましたんで、この企画もまたいろんな形で続けていければなというふうに思っているところであります。改めて大変お忙しい中、貴重な時間参加いただいた皆さんに心から御礼を申し上げます。今日はこれにてこの PHP 総研セミナーを終わりにしたいと思います。両先生ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。